ださいっていうことは小さい時は耳にこびりついてるんで、うん、兄弟の中でも倫理やったり、まあ、今もね浄土真宗のお世話にやってますけど、私だけだよね、うん、だずっとその生かされているっていうのが流れていて自分の中にはあって、うん、だけど一度だけ自殺を考えたことがあまりね、あまり語りたくなかったんで、まあ、言える範囲で、そうですそうです、言ってください。それはね東京来てね1年も経たないくらいかな、金町から松戸に行く今列車あるでしょ、うん、で当時はポッポッポッポ煙入ってた蒸気機関車、あそこの途中でもうどう考えてもね何やってもうまくいかないし、人はいないし友達もいないでしょ、でそこにバーンと飛び込んだ走る列車に、うん、自分からそう行ったんですか。 そしたらね線路の向こう側に落っこってたんだよね、なんでだか分かんない、飛びすぎた、飛びすぎですか、飛びすぎたんだな。だからね、5年くらい前かな、もうそこ知ってるんだけども怖くて行けなかったの、うん、だから5年ですよね、だから何十年前でね、うん、行ったらね金網になってて、普通飛べないよね、でもあれ飛べたんだよねきっとね、頭から行ったのかな、で列車はおそらくあの夜の耳にこぶりついてんだけど、ずっと後ろの方だったと思うんだ、であの時はなんかもう自分は向こうに飛んだこの記憶もないんだけど、わーっとこう列車が行ったのは記憶にあるの、それもだから助かってたよね、で今までね死んでもおかしくないなっていうのは5、6回あるよね、だからおふくろが言う通りなんか質があって生かされてる、うん、人でも言うじゃないですか、人間は偶然生まれたんじゃないんだよ、それなりに気づかないけど使命感を持って生まれてんだよって、自分の使命感は何なのか、それを探し求めなさいみたいなことを言われたことあるね、うん、工藤さんね最近自殺する方、うん、結構ニュースでも出るんですけど、はいはい、自殺っていう観点で、うんうん、まあなんででしょうっていうのも変なんですけど、うん、なんかここに来てねものすごく有名な人が立て続けに芸能人でね、うんはい、亡くなってますよね、なんでなんでしょうね、だって、名前出していいのかな、例えば三浦春馬くんとか竹内優子さんとか、もう第一線で活躍してる役者さんじゃないですか、普通だったらその世界に行きたいのに行けない、うん、でそれを成し遂げてる人たちで、うん、何が不満なのかなってって思いますよね、でも死を選んじゃうっていう人がいるって、ね、だから本当になんで死ぬんだろうなって思うけど、これ私も行ったことあるから言って大丈夫かな、私も自殺は図ったことはないんですけど死んだ方が楽かなと思って生きてたんですよ、うん、特に10年ぐらい前かな、借金で首が回らなくなりましたね、うん、それは講話でもあちこちで喋ってるんだけれども、うん、でその時の僕のなんか見え方って言ったらいいのかな、あの絶望ってもうダメだっていう絶望じゃなくて、僕の身に起きたのはなんとかなると思ってたんですよ、借金いくらあろうがなんとかなると思ってた、なんとかすればいいんでね、必要なところに頭下げて待ってくださいというのもありだし、法的な手続きを取って一回清算するのもありだし、なんとかなるじゃないですか、死ぬことではない、頭では分かってんの、うん、だけどこれを乗り切れるだろうなと頭では分かってんだけど、うん、どうせ乗り切ってもまたいろいろあるしって思っちゃうんですよ、うん、そうなるともうめんどくさいかなっていう気持ちが出てきちゃう、うん、だから例えば夢も希望もないっていう言い方になっちゃうと、もうなんかすごい簡単な話になっちゃうんだけど、何にもね、もう なんていうのかな、自分のちょっと先のビジョンがないんですよ、だから帰る場所がないとか、もちろん帰る家はあったとしても、自分の身の立て方とか自分がこれからどうやって生きていくのかなっていうのが見えなくなってきて、だから僕絶望って本当にこう絶望ってなんかものすごく暗くてズドンってなるような感覚じゃないっていうのを初めて10年ちょっと前に僕経験して、頭では分かってもやりゃいいじゃんって、でももうめんどくさいやって思う気持ちになっちゃうの、まあ、松井さんの件はどうか分かんないけれども、うん、僕は勇気がないので、死ぬのも怖いんで、ね、だって痛そうだし苦しそうだし、死ぬのは勇気じゃないよ ね、うん、僕も夢がない目標がない、
で目の前にあることに挫折ばっかりでしょ、うん、でこれだけで物を見てるとね先が見えないんだよ。そうすると嫌になっちゃう、嫌になっちゃう、嫌になっちゃうんですよ。どうせまたいろいろあるしって感覚がすごく。じゃあよくね、うん、お金が苦しくて首くくったとかっていう経営者の話も聞くんですが、うん、それは実はお金というふうに見えてるけど、うん、実はお金を通して絶望し、うん、多分なな将来がもう見えなくなって経営者自殺される方多いけど、うんはい、多分頭では分かってると思いますよ、うん、手続きすればいいんだって、うんうん、でもじゃあ債権者会議やりましょうって言ってね不義理をした人たちに集まっていただいて頭を下げる、うん、やればできることは分かってるんですよ。で非難を浴びながらでも、申し訳ありませんってひたすら、ね、頭下げて、うん、であとは法的手続き取ればいい、うん、多分亡くなる自殺される経営者みんな分かってると思う。ただ、うん、本当に絶望しちゃうんですよ、ね、それ乗り切ったとして、ね、またどっかに再就職したとしてもね、まあ、しばらくは経営者できないですからね。でどっかに勤めるにしてもなんとかなると思ってるんですよ。分かってんのだけどもういいやになっちゃう。僕これが本当の絶望だと思う。なんかもっとなんかドラマに出てくるようなね絶望っていう感じじゃなくってもういいやいろいろあるしどうせめんどくさいやってなるんじゃないのかなって。だからそこでやったんぞとかね、めんどくさいやって気持ちがない人は多分自殺とか考えないんだと思う。とらわれちゃうんだよね。そう、うん、うん、取られてるのはそのことにお金がね、うん、ないとか、ないとか、うん、友達がいない、うん、いないとか、うん、それからこれからどうなるんだろうと、うん、ということでどうなるっていうことは、うん、先が見えないから、うん、そうでしょ。で私みたくいろんな経験をした人っていうのは先が大体見えるわけ、あこうなるだろうな、ああなるだいたい分かるわけよ。だから5苦労した人っていうのは2か3っていうのはもう平気でできちゃうわけ、うん、ところが6、7になると苦しいわけ、うん、で10苦労っていう経験した人っていうのはもう6、7なんて遊んでるようなもんなのよ、うんうんうん、そうでしょ。だからそういう面で先が見えないからだってそうでしょ。こういう話も聞いて あるね、その飛行機に乗ってみんながねこれからどこ行くか知らないけど乗ってわーっと天気が飛んだと、その時に機内でね、スラディさんが本日は当飛行機をご利用いただき誠にありがとうございます、これ飛行機を人生としますと、この飛行機はどこ行くか分かりませんこの飛行機は途中で乱気流で落ちるかもしれません、どうぞどうぞ、私も知りません、どうぞ快適な人生をお歩みくださいって言ったら誰も出る人いなかったっていう話、分からないからなんですよ。分かっているとね解決できる、うんね、だから僕はそういう面で人事でね学んだというのはこの間も後輩で言ったのが、みんな全部幸せに必ずなるように生まれてきてますということを信じてください。で、じゃあ幸せは何かを勉強してください。で、そうなるための方法は何かを勉強してください。そして諦めないで進んでください。ほとんどその通りになりますよ。で、僕の経験そうなの。だから、ねえ、神の演劇って言うけど、私は幸せになるように生まれてきてるんだよって、ただ残念ながら幸せ何か知らなかったよ。でそうなるためにどうしたらいいかって方法も知らなかったよ ね。だから信じてそうすればその通りいくんだよね。だって初めから幸せになるようにってできてるんだものって自分で思うようになってね。だからこの頃ですけども何かあってもあそれでいいんだよねって、十四箇条の神の演劇絶対俺は幸せになるようになってるんだ、そう思うとどういうかそういう方向に行くっていうことが不思議だなっていう、この頃前は俺はダメだ、ね、俺はダメだと思った、ね、増井さんから先ほどいただいたんですけど、うん、我々がね、うん、学んでいる倫理の、十四箇条というものですけれども、うんうんうん、増井さんは俺は体験してると、これを体験してるんじゃなくてこれを外したらどうなるかを俺は全部体験してるから間違いないこれはっておっしゃるのはそうね、すごいなと思いましたね。倫理はねいい子になる勉強じゃないと思ってるの、うん、それからねなんかやり手になる勉強でもないと、うん、幸せになる勉強でしょ。そしたら僕の場合には意図的にそうしたわけじゃないけど性格がそうだったせいか倫理の教えと逆をやっちゃうんだねでね一つこうエピソード話すので、荒川区でね、うん、日暮里実践部っていうところでその前の日にね僕は倫理勉強するとね二通りになってね、うん、やればやるほどね、この間誰が言った志は高く頭は低くっていうこうなら立派なんだけど、うんうんうん、やればやるほどだん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 傲慢になってねこうほっくり返る人いるんですよ何十年もやるとね。で僕はそれがね倫理やってね
4年か5年でね、あの勉強もしたんだけど頭で知ってるわけね。で飲みに行ったらこう弾き語りがいたわけよ、うん、流しの人、ね、流しの、はい、で僕がね、おいこんな夜こんな仕事してんじゃないよって、もっと昼間ちゃんと仕事やんなあんた、こんなことないよって言っちゃったわけよそしたらそこのママさんが、まあ、やめてくださいって言う、まあいいじゃないかってね、もう自分が偉そうに倫理やってるからで言ったわけよ。そしたらああ分かって言っといて、ほんで飲んで、あいくらって帰ろうと思って店へ出て歩きしてもらったら、お客さんって言ったら、なんだよって振り返ったら、いきなり頭にビール瓶でバーンガツンと来たけども、酔ってるからね、なんだそれはって言ったんだよ。そしたら向こうがこんな顔でこう逃げていった、うん、ね。それで何だねえ殴りやがってって思ったけど、なんだ俺殴られたなと。で家帰ったら姉さんって住んでましてね、でピンポン鳴らして、もう朝方近いでしょ。それで、姉さんが出てきて、どうしたのよって見たらば、顔中血だらばっかなんですって。何その顔って、なんだよってやってみたら、ほんと違う。でネクタイはもう真っ赤でこう絞りましたよ、うん、絞れる。その時にね、偉いでしょと思ったから、あ偉いのかな、まあまあまあ、偉いってのはここから、はい、そうか、凛になんか偉そうにあんなこと言ったらいけないんだ、俺はなんてあの人に悪いことしちゃったな、すぐ反省して、よくないこれ、あそうだ今日朝の会場行かなきゃいけないと思って、タオルでぎっちり顔洗ってぎっちり言われて、それで遅れまから行ったわけよ、ね、ちょっと遅れて行ったでしょ。その時鈴木さんと秘書長がね、講話やってました。そしてみんな見てて、おはようございますって大きいのに入ってたの。そしたらおはようございます振り向いたら、こうキャーって言うんですよ、みんな。何やってんだと思ってね。でみんなそれ言わないの。すいません今日反省してます、ちょっと会員スピーチみたいなのやらせてください、ああどうぞって。ほーで今日はこういう偉そうな声言ってね、傲慢で、倫理やると傲慢になってよくないようなみたいなこと言ってね、今日反省してます本当に皆さんなんて言ってね、こうして見たら、ちょっと自分の顔見てみろって見たらね、タオルが真っ赤っか、だから傲慢になってすぐ気づいた、あ申し訳ない、あんな人は悪いことしちゃった、だからビール分で殴られたって気づいたらいいんだけど、そのまま会場行かなきゃいいのにね行っちゃって、これ有名な話だから気づくとね、僕いいんですよ、でまた元に戻る、で気づくとまたやる、この繰り返しが55年間かな、うん、だから僕は倫理はね、気づく勉強だなっていうことと、うん、あの諦めないでやってみると、うん、必ずなんでこういうのうまくいくんだろうと、僕の体験でね、うちの奥さんなんか倫理やってなかったらお父さん今まで生きてないよねって平気で言うもんね。